皆さんこんにちは。東近江市消費生活センターのこんちゃんです。シュマくんだにゃ。はにこです。スマホやパソコンでのサイト利用に関するトラブルが絶えません。そこで今日は僕たちがワンクリック請求についてお話しするにゃ。最後まで見てね。それではよろしくね。大変や大変や、はにこちゃんどないしよう。もう僕あかんわ。どうしたのしまくん、何があったの？あんな、さっきスマホでなアイドルグループのニャンドルの動画が無料で見られるサイトを見つけたんや。すごいやろ。そんなことより、それでどうなったの？僕ワクワクしてなクリックしたんや。そしたらな、ようこそニャンドルの館へって出て、メニューがいっぱい出てきたんや。メニューって？お目当てのニャンドルのメンバーの動画が選べるようになってたんや。僕はなボブテイルちゃんの大ファンやから、彼女の動画をクリックしたんや。どうなったの？やあシュマーくん、ハニコちゃん、こんにちは。こんにちは。シュマーくん、どうしたんだい？青い顔が一層青くなってるけど。こんちゃん、聞いてあげて。シュマーくんがアイドルの動画サイトでトラブルに巻き込まれたみたいなの。それは大変だね。何があったんだい？あんな、ニャンドルの無料動画をクリックした途端にな、登録完了しました、料金は9万円ですって画面になったんや。もう僕びっくりしてな、そこにあった大会希望の方へっていうボタンを見つけてクリックしたんや。クリックしたの？そしたらな、電話をかけることになってしもて。え？電話したの？怖い。そやねん、かかってしもたんや。恐る恐る再会したいんやけどって言うた途端。なんて言われたの？お客さん、間違いなく登録になってますんで、きっちり払ってもらわないと困ります。今からコンビニ行ってピラニアギフト券の1万円分を9枚買ってきてください。買ったら裏に書いてある番号を連絡してくるようにって言われたんだにゃ。思い切ってピラニアギフト券ってなんだにゃって聞いたけど、ごちゃごちゃ言ってないでさっさと買ってこいって怒鳴られたからすっ飛んで行ったんだにゃ。ねえ、ピラニアギフト券って何かしら？インターネットで買い物などに使える電子マネーの一種だよ。電子マネー？そう、サーバー型の前払い式の券でコンピューターで価値管理をしているものなんだ。それでシュマーくん、電子マネーのピラニアギフト券を買ったのかい？うん、コンビニには買いに行ったんやけど、僕9万円もお金持ってないから有り金はたいて1000円分買うたんや。これや。すごい、初めて見たわ。そやけど1000円では話にならんって怒鳴られると思うと怖くて電話できひんのや。よかった。それじゃあまた連絡してないんだね。ちっとも良くないにゃ。どうしたらいいのかにゃ。そうよ、よかっただなんてこんちゃんたらひどいわ。ごめんごめん、そういう意味じゃないんだ。カードの裏にね、番号が書いてるでしょ？うん、番号が書いてある。その番号が重要なんだ。電子マネーを使用するときにその番号を入力すれば買い物ができるんだよ。あら、ギフト券はいらないの？そうだよ、番号さえわかればいいんだ。だから番号を聞き出すためにカードを買ったら電話をかけてくるようにって指示されたんだよ。そしたら僕の1000円は無事なんか？危機一髪だったんだにゃ。でも
9万円支払わなきゃいけないんでしょ。あ、そうやった、学士。ねえ、シュマー君、それって無料動画だったんでしょ。支払う必要はないと思うんだけど、早く消費生活センターに行って相談した方がいいよ。せやな、そうするわ。こんちゃん、はにこちゃん、ありがとうにゃ。皆さん、いかがでしたか。このようなトラブルが後を絶ちません。みんな気つけてや。何かあれば東近江市消費生活センターまでお問い合わせくださいね。そうしてね。バイバイ。